先生よろししくお願いいいたしますはい、ロシアの反政権運動指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の釈放を求める2度目の抗議デモが31日ロシア全土で行われました集計によると治安当局は85の都市で参加者ら そうですね、えーまああ、十数年ぶりの、まあ、大規模なデモということで、えー、また身柄を拘束されたこの数、1回のデモでで、ね、4000人以上の身柄が拘束されたというのも、まあ、最大だそうですが、えーまあ、<laughs> プーチン えー、大統領の、まあ、腐敗っていうんでしょうかね、権力乱用っていうんでしょうか、えー、それについてのいろんな情報があロシアではあ、まあ、乱れ飛んでいまして、えーまあ、実は私もちょっとモナコによく行ってたんですが、いろいろ講演、モナコで。 えー、2019年にはですね3回も講演をするということで、えー、よくモナコには行ってたんですが、えー、モナコでちょっと話題がありまして、えーまあ、日本のお金にしますと35億円ぐらいですか、ね、のいわゆるそのペントハウスの高級マンションですね。 えー、これを買った人がいるっていうんでえらい話題になってたんですが、えー、誰だろうと <laughs> 言ったらですねプーチン大統領のお嬢さんだということでまたまあ 随分ああ話題になったんですが、えー、まあそればかりではなくてですね、えー、噂ではなくて私は実際に、えー、プーチン大統領のいろいろトレーニングの指導をされたりですね、えー、プーチン大統領だけではなくて、えー、いわゆる側近中の側近の方とか、えー、いろいろ <laughs> まあ金銭面でですねえープーチン大統領を支えているというですねロシアの実業家の方もたまたま知ってましてそこのその方とそのお子さんのですね トレーニングをまた私の友達がですねやってるわけなんですよ。まあ私の友達だってロシア人で k 1で一度昔チャンピオンになった人でですねいわゆるそういうトレーニングとか それからいろいろこの健康に関するこうマインドワークですね頭のこう働きとかですねそういうことのまあスペシャリストと言っていいと思うんですが非常に日本の文化が大好きで「武士」っていう日本の,あの文字をですね腕に入れ墨をしてるぐらいの方で、まあ、大変日本美意気の方でもあってまあ私と仲いいんですがその方がですね、えー、まあ いろいろ健康面の世話をしてる方がプー,チンのプーチン大統領の、まあまあ、いわゆる参謀的な方なんですよ。で私も一度会ったことがありましてね何で会ったかっていうとアメリカの株式市場の動向を教えてくれっていうんでまあ詳しく教えたんですがその後私の言ったことが100%全部当たったっていうんでですね、まあいくらも 設けられたか知りませんがまあ、大変ですねそれ以来 <laughs> なんて言うんでしょうか大事にしていただいているんですがまあ、そういう方からですね、えー、私は直にいろいろなことを知ってるわけなんですですから噂じゃなくて私の目で見たものなんですよ、えー、まあ、あまり悪口は言いたくないんですが、えー、まあ、これが <laughs> やっぱり権力者の をすることなのかなというぐらいすごいですねまあ、それはお嬢さんの30億のマンションはいいんですけども、えー、この方の、えー、まあ、世界各国のリゾート地に持ってる まあ、お住まいとかですね <laughs>、えー、なんかはちょっと気が遠くなるんじゃないでしょうかね、もう金額的にはちょっとわからないですね。というようにですね、えー、いろいろこのプーチン大統領をはもちろんのこと、その周りの人のですね、えーまあ、生活とか振る舞いとかっていうものに対してですね、えー、やはり国民としてはですね、 黙っていられないということで、まあ、こういうデモが起きると思うんですけどもこれに対してはですね、えー、報道されているようにもう徹底的に力でですね抑え込むということに変わってないわけですね、えー、まあこれが権力国家の権力国家たるゆえんだと思いますがまあ話は問いますが香港でもですね香港安全維持法っていうのを 中国が決めましてそれ以来こういうデモをする人はですね全部事前にですねチェックされて、えーまあ、身柄を拘束されるしたがってもう今後香港でもデモは起きないだろうということなんですね。えーまあ、デジタル社会でアメリカよりもこういう国民のプライバシー国民の情報をですね、えー、事前にキャッチしてそしてそれを分析して行動に移すすなわち 色々でもその他に対しては弾圧するということいわゆるデジタルサベイランスというんですがデジタルを使ったあーこの身辺調査ですねこれはもうロシアも中国も徹底しましてで香港の方も今度こういう法律ができたものですか香港安全維持法というのができましたからその法に基づいてですね怪しい人の 調査つまりデジタルを使った徹底的な調査というのまあが今行われているわけですね。ですからあの法律ができて以来香港ではですねもうデモの出の字もなくなりましたね。もう完全にこのコントロールされるまあいわば権力国家によるですねえ完全なるコントロールまあ民主主義っていうのはえ言論の自由それから集会の自由 信教の自由という三原則があるわけですがそのうちの言論の自由は全くなく集会の自由なんかはですね集会しようも文ならもう即刻拘束身柄拘束ということですからまあ自由のない国ですね何があるかっていうと権力だけあるという国別にいい悪いを私言ってるわけじゃありませんが権力国家っていうのはそういうもんですね。 ですからまあ秩序という点からおいたらですね権力国家ぐらい秩序がきちっと守られる国はないし逆にですね民主国家ほどですね秩序が乱れる。 ことも、まあ、乱れるでしょうね、えー、皆さんやりたい放題のことができるわけですから秩序はなかなか保ちにくくなるというのはまあ当然のことですが、えー、どこに価値観を置くか秩序かそれとも個人の自由かというですね大きな問題があるんですがだん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 これからですね、えー、世が辛くなってきまして世界の経済成長もここで止まってきたということになるとですね世が辛くならざるを得ないと。 こういうことになると、ですね、えー、だんだん中国やロシアのようにいい権力国家的にいい傾かざるを得ないとこういうことで世界中を見,見渡していますとね、えー、前は世界の国の中の50%以上は民主国家だったんですが、えー、このところへ来てですね、えー、権力国家の方が半分以上を占めてき、えー、たと。そして、えー 国連のですね、えー、人権、えー、委員会というところで、えー、この香港をに対する中国のこの法律ですね、えー、はいいか悪いかという決議を取ったら、ですね <laughs>、えー、26カ国ぐらいがあこ,これは良くないと、民主主義に反するから良くないということで、それの。うん 何倍でしたかね、3倍以上の国がですね、その中国の国家の安全維持法は正しいということで、も国連においてすらですね、もう民主主義はもう支持されないということになってるんですね。まあ、今回ののロシアの暴動を見てですね我々は 隣国として、ですね、えー、ますます民主主義というものが無視され、弾圧され、そういう風な風潮が世界中に広まってきたということを知る必要があると思いますね。